はいどうもこんにちは、解剖チャンネルの解剖です。いつも動画のご視聴やコメント高評価ありがとうございます。こちらの動画では解剖が2022年の下半期にご紹介した飲食店さんの中で行ってよかったなぁと特に思ったお店を8つご紹介します。お店選びの参考にしてもらえると幸いです。それではご覧ください。まず最初にご紹介するのは鯖江市上中町にあるゴールデンカップさん。8月30日にオープンした欧風カレー専門店です。場所は越の湯さんのすぐ隣。オーソドックスなカレーやキーマカレーなど結構メニューは豊富。動画ではチキンカツカレーをいただきました。カレーの上に乗っかってるチキンカツは注文を受けてからパン粉をつけて揚げるこだわりよう。ルーはとてもフルーティーな感じで辛さと同時に豊かな甘さを感じられてめちゃうま。いろんな食材から美味しさが染み出たような味わい深さがたまりません。チキンカツは衣ザクザクでお肉はホクホク、程よい分厚さで食べ応えがあります。揚げたてチキンカツとめちゃうまなカレーの組み合わせはマジで最強です。続いて北陸新幹線開通に向けた工事が進むあわら温泉駅の近くにある長谷部屋さん。今年の8月にオープンした洋食レストランです。お店の雰囲気はカフェっぽくてカジュアル。この時はお店の一押しメニューであるハンバーグセットをいただきました。分厚くてまん丸のハンバーグがあちあちの鉄板の上でジュージューいってます。口の中でほどけるように柔らかなハンバーグは香辛料の風味がしっかり生かされていてとても味わい深いです。全体としてまるでチーズが入っているような濃厚さを感じました。自家製のデミグラスソースは酸っぱすぎず旨味たっぷり。そして食いしん坊にはありがたいことにご飯のおかわり無料。美味しいハンバーグでご飯が無限に進みそうです。3つ目のお店は福井市京田にある中華レストラン天光さん。フェニックス通りからちょっと入ったところにあるお店です。動画を撮影した日は解剖の誕生日ということで好きなメニューをずらっと注文。チンジャオロースに麻婆豆腐、唐揚げ、チャーハンなどなど中華の定番をいただきました。中華レストランでは価格の安さが魅力の一つですが、天光さんではどの料理もとにかくめちゃくちゃうまくてびっくり。チンジャオロースはタケノコとピーマンの苦味が豚肉のうまみとマッチしてて最高でしたし、ボリューム満点のチャーハンは言うことなしの100点満点。唐揚げは衣ザクザクで鶏肉のうまみたっぷり。うまい中華を腹いっぱい食べたいときは天光さんに行ってみましょう。次のお店は福井市阿諏訪4丁目にある風車さん。阿諏訪山のふもとにあるソースカツ丼の専門店です。もともとは喫茶スナックのお店だったんですが、今年の6月にソースカツ丼のお店に生まれ変わりました。専門店ということでメニューはソースカツ丼のみ。しかし単品ではなくおろしそばとお味噌汁もついてきます。ご飯の上には大きなソースカツが4枚。程よく柔らかで分厚いお肉のソースカツは食べ応えがあります。ソースの味は酸味が控えめで食べやすい感じ。胡椒の風味がしっかりと効いていて全体としてパンチのある味なのでめちゃくちゃご飯に合います。しかもご飯のおかわりもできちゃいます。
お値段がリーズナブルで味や食べ応えは大満足。とてもコスパのいいソースカツ丼でございました。5つ目のお店は福井市二宮4丁目にある越前丸さん。今年の9月にオープンしたお店で、越前漁港から直送された新鮮なお魚を楽しめます。メニューは定食と丼。動画では日替わり定食をいただきました。この日はフグの唐揚げ、お刺身、ブリの粗煮などをいただくことができました。ご飯の上には越前町で作られたもみわかめがトッピング。ふんわりとしてかつ歯ごたえがあって弾力を感じるフグの唐揚げがめちゃくちゃうまい。お刺身はブリやふくらぎ、甘エビにタイとバラエティ豊か。とても新鮮な味でこちらもめちゃくちゃうまい。粗煮も味がよく染みていてとてもご飯が進みました。いろんな料理で新鮮な福井の海の幸を堪能できるナイスな日替わり定食でございました。続いてご紹介するのは堺市春江町江戸目下高道にある江戸目屋さん。エンゼルランド福井の近くにあるラーメン屋さんです。ラーメンは醤油や味噌、鶏白湯や担々麺が楽しめるほか、ソースカツ丼や餃子なども楽しめます。注文したのは人気ナンバーワンメニューである黒醤油ラーメン。背脂が漂うめちゃうまそうなスープはしっかりとした醤油の風味とガツンとした背脂のコクがマッチしていて、さらに鶏ガラの旨味がたっぷりなとても美味しいスープでした。さらにスープには唐辛子も入っているようで、ピリ辛という感じではないのですが、唐辛子の風味が効いていて寒い時にぴったりな感じの味でもあるなと感じました。麺は細すぎず太すぎずの中くらいの太さ。茹で加減は程よい歯ごたえを感じる硬さでとても気に入りました。ソースがしみしみでジューシーなソースカツ丼もとても美味しかったです。次のお店はあわら市春宮2丁目にある石屋食堂さん。あわら温泉駅の近くにある老舗の定食屋さんです。お店の中は老舗らしいノスタルジックな雰囲気が漂ってます。メニューはオーソドックスな定番の品々がずらり。動画では人気メニューの若鶏カツ定食をいただきました。石屋食堂さんの定食では汁物以外にも麺類がついてきてボリューム感があります。ご覧の通り若鶏カツはなかなかの大きさ。箸で持つとずしっとした重さを感じます。それが5個も入っていて若鶏カツだけでも相当なボリューム感です。柔らかくてジューシーな若鶏にザクザクの衣、胡椒の効いたパンチのある味でご飯が進みます。肉が分厚くて食べ応えがあるのも嬉しいです。ソースの味はちょうどいいまろやかさで食べやすく、マヨネーズとの相性もいい感じ。味も最高でボリュームもたっぷりでお腹いっぱいになれるめちゃくちゃ大満足な定食でした。最後にご紹介するのは福井市杉谷町にある村上食堂さん。ハーモニーホールからちょっと行ったところの山際にあるお店です。食堂というよりはカフェみたいな雰囲気の店内。メニューは各種定食のほか具材をチョイスできるおにぎりなんかもあります。動画ではおにぎり弁当をテイクアウトしました。こちらのお弁当、なんと珍しいことに竹の皮でラッピングされてます。
まるで昔話でおじいさんが食べてそうな、なんともノスタルジックな見た目が最高です。おにぎりの見た目は100点満点。大きくてゴロッとした感じの、いかにも竹の皮が似合う見た目です。お米は福井県産のコシヒカリを使ってます。具材はメニューの中から好きなものを2つ選ぶことができます。程よい塩加減で具材の味が生かされた、とても美味しいおにぎり。お米の炊き具合もちょうどいい感じです。天気のいい日に外で食べたくなるような、なんともほっこりとしたおにぎり弁当でした。というわけで、海坊が2022年の下半期に行ったお店で、行ってよかったなと思ったお店を8つご紹介しました。一応断っておきますと、今回ご紹介しなかったお店が良くなかったとかそういうことではございませんので、ご了承ください。こんな感じで海坊チャンネルでは引き続き福井のグルメを紹介する動画を投稿していきますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。この動画が初めましての方は、よかったらチャンネル登録してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。もしも動画が面白かったらコメントと高評価、チャンネル登録よろしくです。